皆さんこんばんは。本日は初心者レッスン3をやっていきたいと思います。前回でグリップとアドレスが完成しましたので、今日はいよいよクラブを持ってボールを打っていきたいと思います。まずボールを打っていく上でクラブのどういうふうに構えるかっていうところをまずやっていきたいと思います。このクラブの方向に対してまず垂直に、ここを垂直に揃えます。このような形が今まっすぐ構えている形となります。これに対して例えば打つ部分、フェイスが右を向いているとボールは右に飛んでいきます。逆にフェイスが下を向いてくるような形、こうなってくると左に飛んでいきます。まずは正しく目標方向に平行にまっすぐ構えれるようにしてください。で、本日使っていくクラブは7番アイアンを練習していきます。まず最初に7番アイアンを練習する理由といたしましては、14本あるクラブの中の一番真ん中のクラブということで、どちらにも行きやすいということで7番アイアンを使っていきたいと思います。女性の場合ですと9番アイアン使って練習していくっていうのでも大丈夫です。実際にボールの置くポジションなどを確認していきたいと思います。体のセンターが今この場面部分になるとしたら、センターよりもやや左にボールを置いてください。センターよりもやや左にボールを置いてください。ここで先ほどの向きを揃えてフェイスを構えて、前回作ったグリップとアドレスを作りボールを打っていく体勢、ここまでが完成しました。ではいよいよ実際にボールを打っていきたいと思います。まずボールを打っていくといっても、大きくフルスイングをしてしまうとボールを当てるのが難しくなってきますので、まずは一番最初の大事な部分の動きですね。ここのつま先からヘッドがつま先まで動く位置までを徹底的に練習していきます。ここでイメージするのは、まず時計の文字盤をイメージしてください。下が6時で上が12時です。そこでまず6時にアドレスします。バックスイングで時計の針がシャフト5時まで刺します。そこから6時に戻りボールを当てます。そこから7時まで動かします。今ここで言いたいのは、両方の振り幅を同じにするということがポイントとなります。実際にスピード感といたしましては、このような振り子運動、スピードを急に上げるのではなく一定したリズムでボールを打っていく、この練習をしていきたいと思います。実際にボールを当てる部分というのは、アイアンの溝があるだいたい下から3本目ぐらい、この辺りが芯になります。ここにボールを当てるという練習をしていきたいと思います。はい、ではそれでは実際に打ってみたいと思います。このような形で打っていきたいと思います。それでは実際に、ボールを打ちながらレッスンをしていくので風景をご覧ください。先ほどの位置にボールをセットして構えていきます。ここで重要となるのは、手先だけでクラブを上げてはダメです。肩がしっかり全然回ってない状態でクラブはここまで上がってしまう。手で上げればこれは簡単に上がるのですけども、これはダメな動きです。しっかりと肩、腕、ヘッドが一体として動くようにここまで動かしてみます。そうするとしっかりと肩がここまでねじれていきます。で、実際に全体的に動かしてボール当たり終わったところ、この形も作ってください。リズムとしてはボールに構えました、1、2、3、このリズムで自分の中で数えながらスイングしてください。1、2、3。では一度打ってみてください。
はい、ありがとうございます。このような形で、今5時7時のテイクバックっていう動きを練習してもらいました。一度皆さんもここまでしっかりと芯で捉えれるっていうようにそこまで練習してみてください。次回はさらにクラブを振り上げた動作をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。